ございます。マスターとミクタバン触れて、お仕事前の短いひとときとなりますが、今日はこのゼカレ書の13章ですね、一節、この泉が開かれる、イエス様が、私たちのために、泉を開いてくださいましたですね、救い、十字架で尊いその贖い、代価を感謝いたします。ゼカレ書13章の一節、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。感謝いたします。イエス様が十字架で尊い血流してくださり、私の贖ってくれたこと、私の永遠の命、感謝いたします。十字架、この復活、勝利ですね、罪と死に勝利された方、イエス様に感謝いたします。今日も私の父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、この三位一体の神様と共に歩む幸いを覚えていきたいと思います。マスターとです。マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。短くなりました。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の御言葉と御言葉に触れてでお会いいたしましょう。マスターとした主言熱、パシャムラジュ、シャロム、シャロム、シャロム。